こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。UU メルカリ便または U パケットを宅急便コンパクトの元箱で発送したいです。発送できますかというテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。この動画は YouTube から質問が来ましたのでお答えさせていただきます。UU メルカリ便と U パケットですが、 宅急便コンパクトの元箱でで発送はできますえなぜかと言いますと、UU メルカリ便では特に発送するですね、元箱は決まっていないからです。ですので、こちらの宅急便コンパクトの元箱で企画があれば発送することはできます。宅急便コンパクトのボックスは1つ65円で売っていますので、 それを、えクロネコヤマトですね。とかフ、ファミリーマート、あとセブンイレブン等でですね、売ってますので、ぜひ興味ある方は購入してみてください。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマニュアル、プレゼントします。なぜ10万円稼げるかを詳細に記載しています。 ぜひ楽しみにしてください。登録した際にニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後に見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。